なるほど、事情は分かったわ。なぜか米地さんはホラケンにいて、おまけに拳銃まで持っていたと。その理由をこれから探りに行くってわけね。そうです。よし、準備完了だ。早速だけど始めるとしようか。龍騎くん、忘れてないと思うけど、ソムニウム内の滞在時間は6分が限界ですよね。分かってます。オッケー、それじゃ行こう。5周を勝ち抜き、グランドチャンピオンの座を勝ち取ることはできるのか。ショートばかりの実力者、タマーの登場だ。どうも、タマです。は？出産ってやつは大変な痛みを伴うそうで、男には決して耐えられないなんて言うよな。ある時、天才科学者その痛みを父親に分け与える装置を発明したんだそうだ。最初の被験者となったのは彼の妻。彼女がいよいよ出産するってことになり、科学者はその装置を使ってみることにした。ところがどういうわけか彼は痛みを感じない。実験は失敗したのか、彼は痛みの配分を 10%、20% と上げていき、やがて 100% に達したところで彼女はついに子供を出産。その直後、何が起こったか分かるかい。隣にいた助手の男がくたばったのさ。たまたま、たまたま、たんまり漬け。さあ結果は143玉バトル。残念、グランドチャンピオンならず。なんでよ。普通に面白くなかったから。タマ、 AD とかの方が向いてるんじゃない？ AD は将来のディレクター。バカにしないでくれる。アンデスコメジのお散歩なんです。うるさいわね。今度は誰よ。あれはコメジさん。行ってみよう。今日はワテの思い出の場所、お散歩なんです。いや、もうこういう屋上の遊園地っちゅうのもほとんどなくなってしまいましたからね。コメジさんの散歩番組、こんな仕事してたんだ。してないわよ。これはコメジの夢なんでしょ。ああ、そっちの夢じゃなくて、いつかこういう冠番組を持ちたいっていう。そっか、それはなんというか切ないわね。ところでタマ、その手に持ってるものは？え？何これ、スケッチブック？ああ、ほな、そうしましたらやね。コメジさんが孫ついてる。そうか、そのスケッチブックはカンペだ。タマもちょうど AD にジョブチェンジしたわけだし、そのカンペで指示を出せばいいんだよ。こういう時はとりあえずボケてだ。それでコメジさんの心を揺さぶってみよう。私 AD になったつもりはないんだけど。わかったわ。ボケろってどういうことやねん。それはどういう意味や。これは
何なんだ龍騎、まずはあれをやらないと話が進まないわ。そうだった、タマ、お願い。ソムニウムスキャン開始。ほなら、まずはね、あの場所、あそこは小目治さんを語る上で外せませんから、行ってみましょう。とりあえず小目治さんを追いかけてみよう。わかったわ。入場ゲートってことになってるみたいね。簡素な作りで安っぽいし、かなり年季も入ってるわ。中に人が入ってたりとか、何かおかしな点はある？特になさそうよ。そっか、今は調べても何も起きないのかも。爆笑ギャガー、客入りは結構いいわね。あー、いや、どうもどうも、小目治さんがこのステージに帰ってまいりましたよ。ほな、久しぶりにね、ネタやらせてもらおうと思うとりますけど。タマ AD、 またさっきみたいにカンペを。分かったわよ。四角い頭を丸くする。ここでクイズやで。爆笑ギャグが得意な今ノリに乗ってる芸人は誰だ？待てやないかい。あれは？あー、いや、どうもどうも。ほな、カンペで指示を出してみます。ほな、誰かに上がってもらいましょうかね。誰にしようかな。あなた。え、嫌な？なんでなんで？寒いギャグやらされる思てんの？寒ないやろ、爆笑ギャグやがな。その通り。まずは小目治に爆笑ギャグをやらせてみるのがいいかもしれないわね。タマが聞きたいだけじゃないの？あー、いや、ほな、カンペです。
ここはやっぱり皆さん、あれ聞きたいんとちゃいますか。元気の神様、インティインティパチャカパックス。おい奥さん、そんなとこ立ってたら疲れるやろ。ワテの前の席空いてますし、休めるついでにワテの金メダル級の爆笑ギャグ聞けるやんか。お得やで。あ、ええの？そう、はあ、月1回の営業で日当5000円って。実際僕らが見に行った時も客なんかいなかったからね。面白いはずなのにおかしいわね。その話は置いといて、客がいない方が実際にあったことだよね。何かきっかけさえあればフラッシュバックするってことね。そうか、そのきっかけは。さあワテの原点を見てもろうたところで、次はあっちの方行ってみましょうか。コメジさんが移動するよ、追って。リュウキ君、残り5分よ。ちょっと古いタイプの射撃ゲームね。ゾンビは出てこないのかな。そうね、クレー射撃のシミュレーターみたいな感じね。コメジさんはこういうの得意なのかな。容量悪そうだし、他人がやってるのを見てるだけじゃない。まあ確かに。とにかく今はここでやることは特にないわね。これは、いや5分も働いてもうたからね、休憩しよう思うて。あ、早い。コメジさんもいい年だし、疲れもたまりやすいだろうからね。これはボケなのよ、真に受けてはいけないの。はいはい。油性ペンなんか握りしめてどないしました。カンペを出してみよう。どうも。自分ええ年に見えるけど、普段何しとる人な。ほう、ヒラメを開きにして加工する仕事って何の仕事やねんそれ。何薄さに挑戦しとんねん。ようわからんけど決まりや。ほなな、サインとかいらんの。いらん。いらんか。しかしどえらい仕事やったな。そんな仕事聞いたことある。番組的には素人さんとの会話を楽しむのが一般的だと思ったのに。番組の進行じゃなくて証拠か情報を引き出してほしいんだけど。じゃあどうすればいいって言うんだ。うるさいわね。コメジすごくしたそうだったわよ、サイン。サインか。はいはい。リュウキ、サインしてほしそうな顔しとるがな。いいでいいで。ほんでどこにサインしたらええの。この連帯保証人の欄。ほいほい、ええね。困っとる後輩のために人肌脱げる男やで、わては。ただな、わてにも家族がおるさかい、とんずらだけは堪忍だ。とんずらだけは堪忍って言うたやろが。
小目地さんは保証人になって誰かの借金を肩代わりしちゃったのか。バカね、逃げられるに決まってるのに。ただこれで小目地さんの記憶がフラッシュバックする条件がはっきりしたね。ええ、カンペの指示内容と過去の記憶がリンクするのが条件ね。ほな、そろそろ次行きましょうか。移動ね、行きましょう。スカイサイクル、自転車をこぐ要領でレールの上を進む乗り物ね。特に気になるところはないけど。でも高さがあるとちょっと怖いよね。小目地さん、ここで何か怖い思いをしてたりしないかな。そういう手がかりも今のところ見当たらないわ。残り4分を切ったわ。こちらね、なんと風船を売っとるんですわ。風船ってなかなか金払うて買わんでしょ。確かに確かに。じゃないわよ、カンペ出すんでしょ。すみません、風船で空飛びたいんやけど、なんぼ買うたらええですか。飛ばれへんの。うわーおって当たり前やがな。なんちゅうカンペ出しとんねん。そうよそうよ、このポンコツディレクター。くそ、AD のくせに。空なんか飛べるわけないでしょ。常識の範囲内で考えなさいよ。いいでしょ、ソムニウムなんだし。いつも常識にとらわれるなって言ってるじゃん。こちらね。というわけでね、今日はなんと風船を作らせてもらえるということで、ほなやらせてもろてもええですか。なんやねん、利息って。返しても返してもちっとも減らんやないか。ブラックリストってなんやねん。もう借りられへんて。他に借りられるとこ、借りられるとこ、貸してくれますの？ほんまに？おおきに、おおきに。借金はどんどん膨らみ、まともな金融機関ではお金を借りられなくなって、そしてついに闇金に手を出したってわけね。あれ、あそこに誰かいてますけど、誰やろ。今日ゲストなんか呼んでます？タマ、あそこに立ってるってことは、このソムニウム世界に入って最初見たのと同じ場面ってこと。その時はよく聞き取れなかったけど、次こそは聞けるかな。そうね。
もしもし、どうされました？なんや、お手に用でもあるんですか？どうも、チャウチャウファイナンスです。コメジさん、お支払いちょっと遅れてるよね。ああ、それやったら必ずお支払いします。せやから。本当かな？その言葉もう何度も聞いた気がするけど。もうこうなったらあんたの家族に何とかしてもらうしかないかもな。それはどういう意味や？コメジさん、借りたもん返せないならそういうことになっちゃうの、わかる？まあとにかく何とかしてよ。頼んだからね。ショーマ、どうしたら、わてはどうしたらいいや。今だ。ん？ここがカンペチャンスだ。金なんかなんぼでも用意できるけど、ショーマはこの世に一人しかおらへんのや。どうしてくれ、ショーマはわてが守らなあかんのや。コメジさんを追いかけよう。3分切ったわよ、リュウキ君。集中して。ショウマ君は見当たらないな。さあ次はミニミニ列車言うんですかね。こちら来てみましたけども。コメジ、また番組の進行に戻っちゃったわね。これ大人が乗っても大丈夫な？ほんまに？テレッテ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 レレテレレ。2階の車窓から。今日はベルリンからプラハへと向かう国際列車の旅を。ショーマ、あんなところに。待ってくれショーマ、待ってくれ。これちゃんと追いつけるの？コインを入れるとコースを走るミニミニ列車ね。一応大人も乗れる設計よ。大人だけで乗るにはちょっと恥ずかしいけどね。普通は子供と一緒に乗るためだろうけど、少年の心を忘れなければ乗れるわ。そんなもの、白いブリーフと一緒に忘れてしまったよ。だから大人になった今はふんどしなのね。まだふんどしじゃないよ。まだあと2分しかないわ、リュウキ君、急ぎなさい。これって
これね、出だし数分で漕ぐのがしんどくなって、なんでこないなもん乗ってもうたんやろって後悔するっちゅう。見て、翔馬くんがもう漕ぎ始めてる。番組なんかどうでもいいから、さっさと翔馬を追いかけなさいよ。もう。翔馬、待ってくれ。貸してくれますの？ほんまに？おきに、おきに。これで翔馬の学校に必要なもん買うてやれる。トンズラだけは堪忍って言うたやろか。明日翔馬の誕生日やのにどう言わうねん。はあ、月1回の営業で1等5000円って、こんな翔馬に何も買うとられへんやんか。金が必要なんも芸人としての成功も全部翔馬のためやんか。わてはどんな目に遭うても構へんねん。翔馬さえおったらそれでええねん。翔馬、そこにおるんか。待っとれ翔馬、今助けたるで。観覧車か。確か翔馬くんも好きだって言ってたけど。私、コメジと二人きりで観覧車なんか乗りたくないわよ。そんなこと言ってる場合じゃないだろ。そうだけど。こちら、わての大好きな観覧車やで。わて、くるくる回るもんがほんまに好きなんや。翔馬くんが乗り込むぞ。間に合うように早く。もう時間もないし、これが終盤になりそうよ。翔馬、父さん、何？翔馬、もう大丈夫や。わてがお前を守ったれ。守る？何の話？せやからわてがついとるさかい、もう大丈夫やて。何言ってるんだよ。いいよ、観覧車くらい一人で乗れるし大丈夫だから。ちゃう、そういうことやないや、翔馬。翔馬、どこや、どこへ行ってもうたんや。なんやねんこれ。あれは
ホラケンの封筒じゃないか。ショーマ、どこ行ったんや。ショーマ、リュウキ、もう時間が。わかった、出よう。コメジさん、まだ眠ってるんだ。どういうわけか通常よりも覚醒に時間がかかってるのよね。投与した薬の量は適切だったはずなんだけど、ソムニウムの内容が影響してるのかな。それよりもさっきのソムニウムで判明したこと。なんやねんこれ。ショーマ、どこ行ったんや。ショーマ、ホラケンの封筒が出てきたよね。コメジは実際にショーマがそれを持っているのを見たのかも。ショーマ君とホラケンに何か関係が。ホラケンだよ。ホラドリ遺伝子研究所。バッツ490の暗号が示している位置はホラケン。そんな嘘をついたこともあったけど、あの時の嘘とも何か関係があるのかな。考えてもラチが開かないし、ショーマを直接問いただすしかないわね。問題はショーマ君が答えてくれるかどうかだけど。コメジにも協力してもらったら。コメジさんに。でもコメジさんとショーマ君は今喧嘩中で、むしろ逆効果なんじゃ。それでもコメジが肉親であることに変わりはないでしょ。そうね、私たちよりもショーマの心に近づけるはずだわ。だったら分かったけど。コメジさん、あと1時間もすれば目覚めると思うよ。じゃあコメジが目覚め次第ショーマのところへ向かいましょう。ショーマ、いないみたいね。あれ？なんでや？わてが家を出る前は、確かにおったはずなんやけど。これは。そんな。手洗いや。手洗いがショーマを。コメジさん、一体どういうことなんですか。とにかくショーマをさらったんは手洗いです。間違いありません。リュウキ、ひとまずショーマを探すのが先決よ。わかった。それで
翔馬くんの現在地は？見つけたわ。スマホの GPS で場所を確認。彼は今江東区有明4丁目港の倉庫街にいるみたい。コメジさん、翔馬が、翔馬が、わてはドライしたら。コメジさん、翔馬くんの居所が分かりました。僕ら助けに行きますから、コメジさんはここで待機を。でも行きます。行かせてください。いえ、危険ですから、ここは警察に。そんな関係あらへん。わては翔馬の父親や。こんなところでじっとしとるわけにはいかへんねん。止めても無駄ですし、バンパーにかじりついてでもついていきますさかい。押し問答している時間はありません。行きましょう。あそこに翔馬がおるんですな。ええ、ですがあのバンの中にはいないようです。なんでわかるんですか、そないなこと。わかるからわかるんです。それにしてもどういうことだろう、連中が着てる防護服は。ホラケンのものね、間違いないわ。テアラはホラケンと関係してるってこと。おそらく。ショーマ、ショーマ、コメジさん、まったく。誰だ、どれ。ショーマを、ショーマを返せ。話し合いに応じる気はなさそうだね、リュウキ。殲滅して。了解。
ショーマ、ショーマ、ほんまよかったわ、無事で。ところでお嬢ちゃん、大丈夫なのか。ああ、全然全然。硬いポテチが歯茎に刺さったぐらいのダメージだから。説明は省略するけど、水木の体は超人的なのよね。格闘のスキルも龍騎よりもはるかに上だったりするし。ああ、そういえば伊達さんから聞いたことは。あの、水木、その…ありがとう。別にいいって、いつも宿題見せてもらってるし。なんや、お嬢ちゃん、もしかして翔馬の同級生なんか。まあ、一応。それより水木ちゃん、なんでここに。ああ、それはね、って話してる時間はないかも。はい、了解しました。今指令を受け取った。場合によっては全員始末していいそうだ。人質も含めてな。小町さん、翔馬くんと一緒にこのバンの裏に隠れててください。それから水木ちゃんも。はあ？私も隠れてろっていうの冗談でしょ。でも水木ちゃんは小学生だし。春から中学生だよ。ほぼ同じじゃないか。いいから龍騎は突っ込んでて、私一人で片付けるから。そんなわけ。だったらせめて足手まといにはならないでね。さあ行くよ。この子は待てのせがれや。命より大切なせがれなんや。何があってもこいつには指一本触れさせへんで。小町さん、父さん。翔馬、大丈夫やったか。僕なんかのことより父さんは。ああ、大したことはあらへん。熱湯風呂で体鍛えとるさかいな。で、あなたはどうして。ちょっとな。ちょっとって。それより見ろ、まだ終わりってわけではなさそうだぞ。そんな。一体何いるっていうの。
おい、そこのボサボサヘアと水色髪、お前らはおっさんと少年を連れてリムジンへ向かい、連中は私が引き止める。だったら私も戦うよ。ガキに用はない。家に帰ってミルキンムーンのアニメでも見ているといい。私はガキじゃない。なら好きにしろ。ただし自分の身は自分で守ること。いいな。よし、では始めるぞ。走れ！しょうまくん！ユキさん、大丈夫？うん、大したことないよ。中学の卒業文集をネットにさらされたくらいのダメージさ。そりゃ必死の重傷点かな。それにしても参ったわね。水木と仮面の女は遠くの方で交戦中、こっちにまで手が回りそうもないわ。だったら僕が。無理よ、体で戦っても勝ち目はない。負ければ翔馬と小飯の身も危険にさらすことに。じゃあどうすれば。今から3つ数える。その間に銃を捨てろ。さもなくばお前ら3人を皆殺しにする。では始めよう。3、2、1。さん、待たせたな。訳は後で説明する。それよりも、まあ待て、謝るな。こっちにも準備ってもんがあるんだよ。は？え？それは。ほうほう、うんうん、なるほどなるほど。エロホーンパワー！いくぜ！トウ！ま、ざっとこんなもんだ。
ッピーバレンタイン。は？いや、午前0時を回ったさかい日付が変わったっちゅうこって。2月14日になったってことね。まあ、おっさんにとってはハッピーかもな。そこの少年が戻ってきたわけだし。だけど龍騎さんは怪我のことなら心配いらないよ。伊達さんに応急処置をしてもらったから。だが早めに病院に行った方がいい。血は止まってるけど神経が損傷してるわ。このままほっとくと後遺症が残ることに。わかってる。でもその前にどうしても翔真くんに聞いておきたいことが。それと彼女にもね。背負うのもあと一月ってところね。腹でも減ったのか。だが残念ながら中には缶ビールとクリオネしか入ってないぞ。なんでクリオネが。私が飼ってるの。リュウキ、それはブラジャーのカップじゃない。ただの照明器具だ。知ってますよ。中に何かあるみたいだけど。雑誌かしら。大量にあるわね。伊達さん、スピーカーの中にある雑誌って。あ？ああ、あれか。あれはその趣味で集めてる学術系の雑誌だ。そんなもの、なんでスピーカーの中に。プレミアがついてる高価な雑誌なんだよ。万が一泥棒に入られて盗まれたりしたら困るだろ。それウサリンパって言うんだよ。なんで知ってるの。それは水木がグッズを集めてるからか。いや、そういうんじゃなくて。だってハードディスクの容量がいっぱいでさ、しょうがないから成田空港の動画削除しといたよ。バカかお前は。なんでそんなことすんだよ。多分 NRT 成田空港の動画じゃなくて NTR の動画だったのね。ねえ、そこに伊達の服かけるのやめてって前から言ってるよね。加齢臭が映るから嫌なんだよ。だからしょうがないって言ってんだろ。俺はインド料理が好きなんだよ。伊達さん、その加齢じゃないと思います。
すが伊達さん、すごいですね。こんなの持ち上げられちゃうんだ。それは瑞希のだ。え、あそっか。驚きはしないわね。さっきの立ち回りを見ちゃったら。それは私の鉄パイプ。さっき使ってるとこ見たでしょ。何よ、改まって。あの時瑞希ちゃんが来てくれなかったら、きっと翔真くんは助けられなかったと思う。だから。いいっていいって、あんなの私にとっては朝飯前だから。え、何なの突然。龍騎、まさか妙なこと考えてるわけじゃないでしょうね。違うよ、僕のことじゃなくて翔真くんのことだよ。翔真くんと瑞希ちゃん、なんかお似合いなんじゃないかと思ってさ。もしも彼氏がいないなら翔真くんと。何言ってんの、バカじゃないの。意味わかんないよ、理解不能だよ。不可解極まりないし、ありえないよ。たとえ輪廻転生を1億回繰り返しても、そんなことが起こる確率は。はい、これ。え、チョコだよ。チルロチョコ。今日はバレンタインデーだから。 ありがとう。どういたしまして。なんや、ショーマ、モテモテやないき。さすが、ワテの血を引いとるだけあるね。それは伊達から。ああ、俺が頼んだんだ。俺はすぐにはつけそうもなかったから、石膏として瑞希を送り込んだんだよ。俺がつくまで交戦はするな、そう言っておいたんだが。だってしょうがないでしょ、あの晩で翔真くん別の場所に連れ去られちゃうところだったんだから。ああ、あれか。あれは小3の頃の体験に起因するものだ。その時俺は小学校の裏手にある深い森の中を一人で歩いていた。それが学校から家へと帰るための近道だったからだ。すると茂みの奥の開けた窪地に一冊の雑誌が落ちているのを見つけた。表紙もページもカピカピになった、誰かが捨てたエロ本だった。俺はその場にしゃがみ込むと、ドキドキしながらページをめくっていった。小枝の先端を使ってな。と、その時だった。右足のくるぶしのあたりにチクリと刺すような痛みを覚えた。驚いて飛び抜くと、そこには一匹の白い蛇がいた。種類まではわからない。何しろ当時の俺は小3だったからな。だが、そいつが猛毒を持った蛇であることはすぐにわかった。なぜなら、そいつを見てから3秒後、俺の意識はプツリと途絶えちまったからだ。倒れた俺の姿が発見されたのは翌朝のこと。それから3日2晩、俺は生死の境をさまよい、どうにか無事に生還を果たした。これが、俺がエロ本パワーを身につけることになった原因だ。その蛇の毒の成分に、そういう作用があったと。いや、違う。もっとメンタル的なものだ。俺はエロ本を目にした直後に臨死体験をした。その結果、俺の中でエロスとタナトスが、リビドーとデストルドーが混然一体となって溶け合うことになったんだよ。要するに俺は性的な興奮を覚えると同時に強く死を意識するようになったってことだ。もっと簡単に言うと、俺はエロ本を見ると死にそうになるんだ。人間ってやつは死に瀕した時にとんでもない力を発揮するだろ。いわゆる火事場のバカ力ってやつだ。俺がエロ本を視認すると、それと同じことが起こる。死を回避するために脳の処理速度が 3.6 倍に上昇し、運動能力が格段に飛躍するんだよ。
すまんな、湿っぽい話をしちまって。どこが湿っぽいのよ。いや、ある意味じっとりとしてたけど。エロ本見ると死にそうになっちゃうんですよね。なのにどうして。うむ、いい質問だ。ならば逆に問おう。登山家はなぜ雪山の頂を目指すのか、サーファーはどうして怪物みたいな波に乗ろうとするのか、高い鉄塔の上まで登りそこで懸垂をする連中は、彼らはなんでそんな無茶な真似をするのだろう。スリルを得るために。ああ、そうして生の実感を覚えるんだ。生きていることの素晴らしさを体感するんだよ。それが俺がエロ本という山に挑み続ける理由だ。私、戸籍変えようかな。ああ、そうした方がええかもわからんね。ああ、ライアンのことを考えてたんだ。あの倉庫街に行く直前まで俺は小金横丁でライアンと会ってたんだよ。そういえば伊達さんもライアンと知り合いでしたね。あいつと会ったのはブラフマンで飲んでた時だ。ちょっとしたきっかけから各々が保有している蔵書についての話題になってな。あいつも自分のコレクションには自信があるみたいで、俺たちは同じ趣味を持つ者同士、時が経つのも忘れ愛読書について熱弁を振るったんだ。互いの所有する財産については共有し合う約束も交わし、以来俺たちは盟友と呼び合う関係に。ああ、だけど今日話してたのはその件についてじゃない。 HB 事件についてあいつに聞きたいことがあって。伊達さんも捜査？俺は休暇中だから私的にやってるだけだがな。この事件あまりに気になるもんだから。ホラケンに関する噂話についてだ。とにかくホラケンが事件に絡んでるのは間違いない。ええ、あの研究所とテアラーは密接な関係にあるはずです。それはさっきの一件で明らかとなりました。だが両者にはどんなつながりが。 QR 動画はバッツ490を元にして作成されたもの。そのバッツ490はシグレがナイクスの部下に命じて作らせたものです。そのシグレはホラケンの所長、ホラドリチカラと知り合いであり。つまりナイクス、シグレ、ホラドリ、ホラケンは全てつながってると。その戦場のどこかにテアラーがいる、あるいはそれらの全てを束ねているのがテアラーなのかもしれません。俺の？いや、まだ何とも言えないな。はっきりしないことを伝えて混乱させては本末転倒だし、もう少し材料が揃ったら教えてやるよ。まだ家出中だ。ボスから命じられた極秘任務とやらを行ってるらしい。私が連絡したのよ、倉庫街に行く前に。仲間は大いに越したことはないでしょう。だけど伊達さんは休暇中で。可愛い後輩がピンチとあればすぐさま飛んで駆けつけるさ。ありがとうございます。伊達さんにはいつも助けられてばかりで、いつか僕が伊達さんを。そう思ってるのに全然気にするな。俺の目の黒いうちにはお前に助けてもらうことはねえよ。その代わり白くなったら助けてくれ。俺が死んだら PC のハードディスクを処分してもらいたいんだ。だったら今すぐ叩き割ってやるけど。お願いだからやめてくれ。せやから言うたやないですか、大したことあらへんって。この程度の怪我、ショーマが無事に戻ってきたことを思えばどうってことあらしまへん。ただ
失ったもんもありますが、あの倉庫街でちょっと落とし物をしてもうたみたいで、ごっつ大事なもんやったんですけどね。まあせやけど気にせんといてください。得るものがあれば失うものもある。しゃあないこってすわ。龍騎はん、あんさんのおかげですわ。それともちろんここにおる皆さんの、ほんまお気に。ちょっと龍騎はん、昌磨の前でその話は。まあここならええですわ。何なんですか突然。いや、多額の借金を作ってしまった理由、それが少し気になりましてね。もしかして女性関係ですか。は？例えばキャバクラにハマってるとか。なんだって。今聞き捨てならない単語を耳にしたんだが。どんだけ地獄耳なんだ。特定のワードに反応するだけよ。でキャバクラがどうしたって。もしかしたら米地さんが。アホなこと言わんといてください。わてがそんなにハマっとるわけないでしょうが。ああそういえば思い出したぞ。米地さん、あんた散歩家の常連なんだってな。とある知人から聞いたんだ、あんたがよくあの店に来るって。なんでもお気に入りのマーメイドがいるとかって話で。ああバレてしまいましたか。こりゃかなわんな。この年でメイドカフェにはまるなんて恥ずかしくて言い出せへんかったんですけど。ええ、確かにその通り、あの店にはよう行っとります。せやけどお金のこととは関係ありまへん。借金は単に生活費のためにこさえたもんです。そんだけわての稼ぎが少ないってこってすわ。借金を返すためにまた借金を繰り返し、いつの間にか利息が雪だるま式に増えてってもうて。とにかく今はこないな話しとうないんです。勘弁してください。ほんま、取らない。いや正確に言うと取れないが、今はこの仮面は NASA が開発した超強力な特殊接着剤で固定されている。無理やり取ろうとすると皮膚ごと剥がれてしまうんだよ。なんだよそれ。めっちゃ肌に悪そうなんだけど。でも今はって言ったよね。ああ、外す方法ならきちんとある。せやけどなんでそこまでして。私は絶世の美女なのだ。もしも仮面を取ったら、ここにいる男性4人は鼻血を吹き出して失血死する。つまりこれを被ることで私は貴様らの命を救っていることになるわけだ。優しいだろ。来たんじゃない、いたんだ。え、妙な勘繰りをされるのも面倒だから少しだけ教えてやろう。私はホラケンのゲノム編集に関して独自に調査してるんだ。ホラケンの？あ、それで研究員の動向を探ってたんだよ。そしたらついさっき、ほんの数時間前に動きがあった。連中が大量の人員を動員してあの倉庫街へ。そこで私はクレーンの上によじ登り様子を伺っていたというわけだ。じゃあ私や龍騎さんが戦ってるとこ傍観してたっていうの？まあな。だがこのままほっといたらおっさんも少年も殺されることになりそうだ。そう思って助太刀してやったんだよ。優しいだろ。ほんま大きに。ほら翔馬も俺を言わんかい。時だ。
時の経過について考えている。時？時間が経つのは早いものだなと。本当に何者なんだろう彼女。さっきは助けてくれたけど、だからって信用できるかどうかはわからないしね。ちょっと覗かせてもらったら？ウィンクシンクか。今日は2月11日、建国記念日でしょ。でも先生が特別に見てくださったんですよ。感謝しないと。とはいえ先生も先生ですよね。あんなこと言うなんてちょっとひどすぎます。ああ、そのあなたの余命についてですよ。こんなこと言っても慰めにはならないかもしれませんが、あまり気を落とさないでくださいね。先生の診断が必ずしも正しいとは限りませんから。今のは？彼女何らかの病を患ってるみたいね。どうしてそんなこと？いや、なんとなく。さっきの戦いっぷりを見たろ。私は健康そのものだよ。悪いところなどどこにもない。そうですか、ならいいんですが。少しだけと言ったろ。これ以上は教えるわけにはいかない。どうして？もしかしたらこの中にホラケンの内通者がいるかもしれないから。僕は大丈夫だよ。それより一応お礼を言っておくよ。助けてくれてありがとう。コメジさんには感謝の言葉伝えたの？言葉なんかいりまへん。わてはただ翔馬が無事ならそれで。うちにいたら突然踏み込んできたんだ、あの防護服を着た連中が。それで麻酔ガスみたいなものを吸わされて、気がついたらあの倉庫に。連中から何か聞かなかった？わからない。え？覚えてないんだよ。麻酔のせいで意識が朦朧としてて。教えてくれないかな、君とホラケンにはどんな関係が？ショウマ、ちゃんと答えるんや。悪いけどその件については言いたくない。どうして？どうしてもだよ。燃やして捨てたよ。だからもう持ってない。いろいろと聞いたけど、やっぱり何と言っても気になるのは翔馬くんとホラケンの関係だよね。シンクするつもり？それ以外に方法はないでしょ。病院はどうするのよ。どれぐらい持ちそう？持つも何も、本当なら今すぐ手術しなきゃならないぐらいの傷なのよ。説得してもどうせ無駄なんだろうけど、あなたのことだから何が何でもするつもりなんでしょ。ありがとう、良き理解者に恵まれたよ。たく、
翔馬くん、一つ頼みがあるんだ。君の頭の中覗かせてもらえないかな。え？翔馬、わてからも頼むわ。龍騎班に力貸したってくれへんか。そんなこと突然言われても。協力してあげたら。龍騎さんも小目地さんも命の恩人じゃん。受け取った恩はちゃんと返さないと。人として良くないと思う。わかったよ。それじゃあ。